ミルニアムはスウェーデンのジャーナリストで作家スティグラーソンによるドラゴンタトゥーの女、人戯れる女、眠れる教託の騎士からなる推理小説。作者のラーソンは全十部の構想を持っていたが第一部の出版を待たずして2004年11月心筋梗塞で亡くなった。死後の2005年にミルニアム1ドラゴンタトゥーの女、2006年に ミレニアム2カと戯れる女、2007年にミレニアム3眠れる女と共託の騎士が出版され、世界的大ヒットを記録しながらも、絶筆のために完結した。その後、ダビドラーゲルクランツが続編として散策書き、2015年にミレニアム4クモの巣を払う女、2017年にミレニアム5復讐の炎を吐く女、2019年に、 ミレニアム六死すべき女が出版された。ジャーナリストであったラーソンが、パートナーの女性エヴァ・ガブリエルソンと執筆した、諸女小説にして、絶筆作品である。ラーソンは、ジャーナリストとして、反人種差別、反極右を掲げていたため、万が一にも、ガブリエルソンに危害が及ばないようにと、婚姻関係を結ばなかったが、ラーソンが18歳の時から50歳で亡くなるまでを、 共に過ごした生涯の伴侶である。本国スウェーデンでは第一部が出版されるや大変な人気を博し、第一部の観光から約3年でシリーズ合計290万部を売り上げるベストセラーとなり、読まないと職場で話題についていけないと言われるほどであった。また、フランス、ドイツ、アメリカをはじめ30カ国以上で翻訳され、 全世界で800万部以上を売り上げた。日本語版の翻訳権は、早川書房が独占しており、2008年から2009年にかけて出版された。第1部、ドラゴンタトゥーの女と、第3部、眠れる女と教託の騎士は、スカンジナビア推理作家協会が授与するガラスの鍵賞を、第2部、人戯れる女は、スウェーデン推理作家アカデミー最優秀賞を受賞した。 1> 第1部の現代、MN ソンホタークビンアは直訳すると、女たちを憎む男たちであり、放題のドラゴンタトゥーの女は、英語版の題であるザ・ガール・ウィズ・ザ・ドラゴンタトゥーから。本作の第2の主人公リスベットは20代の女性だが、英語でガールという場合は少女もしくは若い成人女性を指す。英語版タイトルは2巻、人戯れた女3巻。 スズメバチの巣を蹴った女スウェーデン大では、3巻、ラフツラットットソンスプランデスイコール爆発した空中の城とは、幻想や、絵空事などの城で2作目の大と同じ言い回しで、大意が付けられている。英語で人戯れるとは、火遊びつまり危険なことをするという慣用表現。スズメバチの巣を蹴るとは、危険を顧みずにとんでもなっていくことをしでかす。 あるいは敵を挑発するという意味。スティーグラーソンによる三部作。あらすじ実業家、ベンネルストレームの不正を報道した雑誌、ミレニアムの発行責任者のミカエル・ブルムクビスト。だが、名誉毀損の有罪判決を下され、一旦、ミレニアムから離れることを決める。それでもミカエルは、ベンネルストレームの違法行為を確信していた。時を同じくして、 大企業グループの前会長ヘンリック・ヴァンゲルが弁護士フルーデを通じてミカエルの身元調査を依頼していた。調査を担当したのは背中にドラゴンのタトゥーを入れた少年と見まがうような小柄な女性リスベット・サランデル。リスベットの調査からミカエルを信用に足る人物だと判断したヘンリックはミカエルにある仕事を依頼する。それは 36年前に一族が住む島から突然と姿を消した少女ハリエット・ヴァンゲルの失踪事件の調査だった。ヘンリックは36年経った今も、なおこの事件に頭を悩まされ続け、一族の誰かがハリエットを殺したのだと信じきっていた。法外な報酬と事件の謎を解決すれば、ベンネルストレムを破滅させることもできる証拠を与えるという条件から、 ミカエルは、この遺憾にも難解そうな依頼を引き受ける。調査は、予想通り難解を極めるが、36年の時を経て、ミカエルは新しい手がかりを発見する。助手が必要となったミカエルにフルーデが紹介したのは、あのリスベットだった。リスベットの協力を得て、妨害に遭いながらも、明らかになった事実は、恐るべき、連続殺人の真相とバンエル家のつながり、 そしてハリエット失踪事件の天末だった。あらすじ第一作から約一年後、2005年の復活祭を境に、リスベットの過去へ、ミカエルと距離を置くことを決め、スウェーデンを離れたリスベット。手に余る資産を管理しつつ、世界中を旅行していた。最後に、カリブ海で過ごした後、新たに手に入れた高級アパートでひっそり暮らしていた。ミミア・ビュルマンと再会。 アルマンスキー経由で前作で倒れたパルムグレンの生存を知り恩返しをする。一方のミカエルは時折リスベットのコアパートを訪ねていたが彼女からは音沙汰なし。またしても雑誌運営に頭を悩ませていたそんな時、エリカの推薦で一人の記者と仕事をすることになる。リスベットへの憎悪を膨らますビュルマンはパルムグレンの日記を探し出し、リスベットを恨む存在に気づき接触。 帰国を知らせ、金髪の巨人を介して復讐を企む。少女売春組織を取材し、雑誌、ミレニアムに寄うと出版を予定していた記者ダグと、その少女たちの取材をした恋人ミアが残殺される。第一発見者はミカエルだった。時を同じくして、リスベットの後見人、ニルス・エリック・ビュルマンも死体で発見された。 両方の現場にはリスベットの指紋が残されていた。前科と経歴から指名手配されたリスベットは警察の追跡を交わしながら、ついでにミカエルとも PC を介して接触、謎かけをし合いながら、真犯人の調査を開始する。リスベットの無実を信じ、警察に挑戦状を叩きつけたミカエルはミレニアムを使い、かつてリスベットに感じた。 あやうさが現実になったと不安に襲われるドラガンアルマンスキーはミルトンセキュリティを使って警察と調査を開始する。三人を殺害した犯人は耳までも手にかけようと襲撃。ふとしたことからパオロロベルトも参戦、共闘し命からがら脱出する。警察や検事までをも操る黒幕の正体。リスベットは単独で犯人の元へと向かい、それを知ったミカエルが、 リスベットを追う。あらすじ重傷を負ったリスベットは病院にヘリ搬送され、厳重に監視される。リスベットを見つけたミカエルはダクトミアをミレニアムで扱うとともに、連続殺人の汚名を着せられたリスベットを特殊融合にし、すべての事実、真実の公表を決意。妹にも協力を要請して、名誉回復、黒幕の逮捕と失墜のために、 公安警察憲法保障課とも手を組むことにした。エクストレム検事を犯に取り込まれ、身動きのできないブブラ警部ホラは、ミカエルやアルマンスキー、憲法保障課課長、エド・クリント・警視に秘密裏に接触し、連携を図る。この件で真実が明るみに出ることを危惧した、公安警察の一派、ザラチェンコクラブ元パンチョーエーベルト・グルベリーは関係者の口封じに動き出し、 リスベットとザラチェンコを葬ろうとする。そんな中ミカエルはミレニアム、ドラガン、妹、アニカやパルムグレンと共に教託の騎士を結成し国家機関を相手に法廷対決に挑む。ダビドラーゲルクランツによる外転三部作。あらすじミレニアムは再び経営難に陥り、ミカエルもいい記事が書けずに苦悩していた。そこへある男が 大スクープになるという話を持ちかけてくる。男の話では、人工知能研究の権威バルデル教授とあるゲームを開発していたが、技術が盗まれていたことが発覚し知人に調査を依頼した。それからの話を教授として欲しいという。そのことから、リスベットが関係していると確信するミカエル。一方、アメリカの NSA でも事件が勃発していた。アメリカから戻った。 バルデルは、自閉症の息子、アウグストを引き取り、隠れがいこもったきり人工汎用知能、人工超知能果ては、シンギュラリティについて、バルデルの知能を欲した者たちから逃れるために。あらすじバルデル教授の息子、アウグストを一時的とはいえ誘拐したことで、リスベットは2ヶ月間刑務所に行くことに。刑務所では、ベニートというギャングの助手が、 監修も操り自分が手にのさばっていた。そのベニート軍団にいじめられているファリアはいつも悲観的で抵抗もせずにいる。ホルゲルは豆にリスベットを訪ねていたが、ある日レジストリーについて口を滑らした。リスベットはたびたび調査員がルンダ通りのアパートに来ていたことを思い出す。アラスジストックホルムの公園で身元不明の男性死体が発見された。 男の方は黒ずみ、真夏にもかかわらずダウンジャケットを着ていた。そして奇妙なことに、ズボンのポケットには、ミカエルの電話番号が書かれた紙切れが入っていた。法医学者の女性はミカエルに、男は殺された可能性があると告げた。ミカエルは、調査をはじめ、男に、大声でわめかれたという女性評論家から、その時の様子を聞いた。男は、国防大臣について、 何かまくし立てたという。ミカエルはリスベットに男の資料を送り、調査を依頼する。その頃リスベットは、ストックホルムのマンションを引き払い、彼女の命を狙う双子の妹、カミラを追っていた。カミラも、また、リスベットの命を狙うため部下と共に、ロシアからストックホルムへ乗り込んだ。ミカエルは、リスベットの協力を得て、死体で発見された男の身元を解明することに、 成功した。さらに彼は、男と国防大臣の周囲で起きた悲劇と奥深い暴略の核心に迫っていく。だが、ミカエルにカミラの黒い影が忍び寄る。彼を利用してリスベットをおびき出そうというのだ。リスベットは即座に行動を起こす。ミカエルを救い、宿敵カミラと決着をつけ、自らの過去に終止符を打つために。果たして、 カミラとの戦いの行方は、そして明かされる二人の父ザラチェンコの、さらなる秘密とは。バンゲルや毎年11月1日の誕生日にかつて、ハリエットが送ってくれていたのと同じような、期待付きの押し花が、差出人不明で届くことから、ハリエットを殺害した人物からの嫌がらせだと思っている。ヘイデスタヘイデビーの人々いかぶか、ソリフォン社ワイブモン情報分析グループの、 リーダーキャスト評価、受賞、ノミネートキャスティング、特にリスベット役に関しては、賛否両論が巻き起こったが、第1作目公開後にはほぼ全ての映画評が、ラパスの演技を絶賛したという。2009年のスウェーデンにおける年間興行成績は、第1部が年間2位、第2部が3位、第3部が5位と、大ヒットとなった。特に第二部は2009年のスウェーデンにおいて最も、 初週末興行収入が大きいオープニングとなった。ありがとうございます。